しかもその人情のやむを得ないところをそのままにしてほったらかしておくと、そんな精神病的傾向が当たり前のことのように思えてくる。いわんや当世流行の紳士待遇でも与えようものなら、いよいよ病壁が増長して、いよいよやむを得なくなってくる。そうしてとうとう絶対に取り留めができなくなったのが、家庭悲劇や犯罪事件となって社会に暴露する。軽いので社会的制裁、重いのになると法律の手にかかる。それでも反省できない、ブレーキの効かなくなったガタガタ自動車みたいなやつが何々教と名付けられて精神病院に担ぎ込まれることになるのだ。誤解しては困るが、何もそれが悪いというのじゃない。万物の霊長諸子を侮辱する意味で言ったのでは毛頭ないが、しかしそんな風に生まれついたり習慣づけられたりしている、いわゆる紳士淑女連中が自分の頭と50歩100歩の精神病患者を見るとやたらに軽蔑したり恐れたりする。